昨日から痛いの。骨が折れてないかもしれないけど、ビリビリってなんの。そうなんだ。じゃあ、どうしよう。ピーポーピーポー。あっ、何かな。キューピーじゃない。ピーポー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 、来た。ピピ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 、何度でしょう。わー、これは大変です。何度ですか。 45.6 度です。どうしたの。暑いな。メルちゃん風邪かな。もう一度やってみますね。お腹も太ってるので、食べ過ぎでしょうか。また食べ過ぎです。次は、風邪と食べ過ぎと、怪我がありましたね。三つのものがありました。メルさん、これはどういうことですか？昨日、ゆかちゃんからデザートなどご飯などがたくさんあって全部食べてしまいました。姉ちゃんの 分は全部食べちゃいました。そうなんですね。これは風邪ですよ。食べ過ぎですよ。気をつけてください。ゲップ、ゲップが出ちゃった。まあいいよ。買ってきた診察の人が待っています。じゃあ、水だったら飲み薬いっぱい入れておきますね。ジュー。いちごのジュースのお薬もあるので、やってください。じゃあ、水だったら
カード見せてください。はーい。はい、これです。わかりました。じゃあ、それだったらシール貼りますね。よいしょ。塗り薬。塗り薬。頑張って塗ってくださいね。優しく塗らないと痛いので。はい。うんうん。しよ。はい。しよ。うん。時間だったよ。はい。飲み薬にもですよ。マスクもちゃんとやってくださいね。わかりました。じゃあ次だったら気をつけて帰ってくださいね。わかりました。さようなら。さようなら。できましたね。今日のお仕事はおしまい。お知らせやよ。今日はもう遅いからちょっとやめちゃったけど、明日は今度こそ絶対にメルちゃんスペシャルがあるかもしれないけど、今回は禁止延期になりました。またお友達が来たらメルちゃんスペシャルがあるよ。メルちゃんスペシャル絶対にいいねは、いいねボタン押してね。じゃあ見て、また見てね。バイバイ。